銀兵衛のバイト遍歴を聞こう。小松なんかの仕事できすぐじゃないですか。芯強いだけで全然仕事をしない。じっとしてられなくてツリル欲しいなと思って、どこまでいけるかのものです。飛ばしてない。銀兵衛のバイト遍歴を聞こう。まあ、ちょっとお金のチャンネルということで、ね、はい、せっかくね銀兵衛来てもらってるんで、ちょっとバイトの話とかを聞きたいなと思ってて、小松とかってバイトのイメージってないよね。いや、めちゃくちゃしてますよバイトでも。あ、そうなんだ。今だと例えば何でしょう。僕も今は Uber Eats の。あ、え、あ、そうなの。 Uber やってんな。ただ僕は歩きでやってます。歩きウーバー。はい。歩きウーバーっているの？3週間前ぐらいから歩きでできるようになって。あ、なんか見たことあるわ。ネットニュースみたいな。マジ？それどういうこと？歩きで本当散歩がてら。うわ、すげえ。で、僕散歩好きなんで、もう本当に永遠にできるっていう。やってますね、それは。マジか。ウーバーのリュック背負って歩いてる小松がどっかにいるんだ。あ、全然知らなかった。それちょっとすごい情報ですね。それ稼げんの？歩いてる方が稼げないとかはあるの？いや、僕は歩いてる方が稼げてますね。マジ？はい、その歩き設定するとなんかその距離が短い案件がいっぱい来る。まあ、そうだね。だから件数も稼げるし、こなせるってこと。そう。チャリより効率いいですね。その場所によるんです、土地によるんですけど、はい、僕は。すごいいいこと聞いたな。普通にいいこと聞いた。小松関係なく小松がどうこうじゃなくて、小松どうこうじゃなくて聞いちゃったな今。なるほど。基本的にいいですね。あ、そうか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 。あゆみ前聞いた時はキャバクラの、キャバクラか、キャバクラを今もやってる。今一応席は置いてるんですけど、コロナの影響ですね。あ、なるほど。お酒だしね。そうなんですよ。今は何やってる。排水管清掃つって、家に訪問して、お風呂とか、そう、台所とかの排水管を清掃する。それは結構稼げる。そうですね、8時4時で日1万円もらえるんで。おー、結構いい感じでもらえるんですよ。あ、いい、いいね。そうなんですよ。これもさっき撮る前に俺、なんか土日空いてる人が古川さんあればもしみたいに教えてもらったから、これも歩む関係なくバイト情報として、確かに情報です。もし芸人でこれ見てて土日空いてるな、あ、その時間いいなだったら歩むんで、マジでお願いします。マジでお願いします。相当友人チャンネルじゃない、友人のチャンネルじゃないから。そう、小松なんか仕事できそうじゃないですか。いや、小松なんかできるでしょ。できるとできると思ってたんです。高校の時もそばがやってて、めちゃくちゃなんかテキパキちゃんと働いてた。そうなんだ。僕から食べに行って、冷やかしで。あるね、なるほど。冷やかし行ったんですけど、あまりにもモスが似合いすぎてて、うわ、いいなって思ってたんですけど、芸人始めてなんか、一時一緒にバイトしてたんですよ。そう、したらこいつなんか芯強いだけで、全然仕事をしてない。強いだけだ。強いしか何なの。協力心なんでだけで。ああ、なるほど。ミスってるけど堂々としてる。心強いだけだ。うわ、でもそんな場合、そうか、全然はできないです。あ、そうなんだ。バイトできないんだこいつ。そこでミスとかはじゃよくするけど、はい、物覚えがマジで悪くて。あ、そうなんだ。うっかりミスとかすごい多くて、それで結構続かなかって今結構バイトやってます。いろんなバイトやってんだじゃん。まあそんないっぱいやってます。まあまあやっておりますね。なんか変なバイトとか、こういうバイトが面白かったみたいな。失敗談とかね、それこそ。一回その、まあその芸人やる前ですけど、その派遣の看板持ちみたいなのを路上で、はい、不動産とか、不動産の看板持ちみたいなのを持ってて、でまあ6時間拘束で6時間立っててください。6時間ただ立ってんだ。そう、結構しんどいよ。でじっとしてられなくて、で僕散歩好きなんですよ。さっきも言ったよね。そのでっかい看板を自動販売機の裏にこうやって入れて散歩してて、で散歩しててお寺があったんですよ。お寺があって、で誰かの三回忌やってて、もう全然知らない人で、なんかそのスリル欲しいなと思って。で、その三回忌のその遺族というか家族のその控室みたいなところに、まあそのちょうどスーツ着てたんで、そのシェイプ入って正座して、ええ、でどこまで行けるかっていうのをやってて、
で、そのお経のところまで行って、で僕なんか椅子が1個足りないみたいになって、僕の椅子が置いてなくて、でそのこれもやって、で証拠して、はい、でそのお墓のところまで行って立てて、じゃあこの後みんなで会食行きましょうねのバスを、で僕さすがに会食まで行けないんですけど、みんな家族が僕に手振るんですよ。親族だという親族では絶対あるからね、そこに来てるから。そうか、じゃあ逆に疑われないんだ。誰かのなんか親族が割と忙しい親族が来てくれたことになってる。うわ、なんか物覚え悪いとかじゃないぞ。確かに、お前のバイトのミスの話失敗とかじゃないもんね。でも一回そのこの最初の和室の時点でなんか一番若いお姉さんみたいな人がすいません、どちら様ですか。やばいと思って、そのない言葉なんですけど、姉妹寺のものです。姉妹寺、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 姉妹ないとは言い切れないね。そのなんか関係なんですか、姉妹寺っては言えないから。姉妹寺、いや、やばいね、お前すごいわ。バイトとかの話じゃないもん、ね、なんかバイトの話じゃないの。すげえな、怖っ。しちゃいけない気もするけど、別に悪いことではないのかもしれないし、法律的には違反はしてない、法ではさばけない。ほんとにはさばけない。すごい。でもそれは結局どうだったの？それで戻って、バイトが大丈夫だったの？あ、それは普通に、まあ、ある程度したら戻って、それは大丈夫でした、ね。で、そのバイトをまだやってたんですよ。で、集合場所があって、まあ別の日ですね、はいはいはい、集合場所があって、看板持って、で、電車移動だったんです。結構でかい看板で、電車乗って、駅移動してくださいって言って、僕、その上京したてで、電車あんま苦手で、うんうん、真反対の方行っちゃったんですよ。で、多摩センターっていうその産業ピロランがあるところで、はいはいはい、で、分かんなくて一回そのエスカレーターを振って、うんうん、看板持って登ってたんですよ、うんうん、で、登ってったら、うん、その耳元で爆発音みたいなのがして、うんうん、そのエスカレーターで上がっていくじゃないですか、うんうん、で、看板でっかいからその上の天井とそのバンって折れて看板真っ二つになってで、それを一回その集合場所の方の駅までこの状態で戻って、で一回電話したんですよ。で折れちゃいましたって言って、分かりました、じゃあティッシュ配りの方やってくださいって言って、でティッシュ配りやったんですよ。でその後日あの看板のその弁償というか乗って、2000円だけでいいんで、で払えますかって言われたんですよ。僕悪いですけど、うん、ちょっと嫌ですって言って。お前が悪いです。それは2000円、お前が悪いんだから。2000円安いんだよ、多分ダッチ情報しての2000円だと思う。それですごい、いや2000円は払おうよ小松くん、いやちょっと僕ちょっと2000円嫌で払うんですこれは。それはちゃんと揉めて、その派遣会社クビになる。それは話したくなかった。ちょっと芯は確かに強いかもしれないけど、変なとこに芯があるから、なんか真ん中じゃないとこに芯通ってる感じする。漫才だけじゃなくてバイトエピソードもかなり独創的で、いや、すごい、すごい、小松らしさが溢れた。歩まなんかある、なんかあの本当に変なバイト先というか、なんかミスして、で重なってミスが、うんうん、で怒られる、まあ結構あのしっかり怒られることあるじゃないですか。まあまあそうだね。それがなんかあの居酒屋で11時に、あれですか、深夜の11時から朝方の4時まで。で、その料理長、店長、で社員の人がこうなってて、で僕ここにこうって立って座って、でまあ接客なんですよ、一人ずつ。3人から。でまあ111で3人ボーンも来るしみたいなのがあって、僕メンタルわーってなって、でやっと悪かった時にその決意表明みたいな。今後のバイトの抱負を、そこなんか東口のなんか仙台駅東口って言って、結構なんかそのガラス張りでちょっとなんかビルがちょっと見えんすよ。そこ立ってこうやって言って、これから頑張りますみたいなのを結構その3分ぐらいずっと大きな声でやらされて、でしかもムカつくのがなんか東京上京しますって言って、なんか東京だったらもっとこれ以上あるからな。
ない、全くない、ないわけよ。ふざけやがってってこと、マジで。何のミスだったの？それ確かに。ミスが、はい、ひどかったらあるかもしれない。それもだから全然重なって、例えばだからオーダーの取り間違いだったり、本当そのレベルなんです、マジで。なるほど。まあ、誕生日ケーキちょっと出しされたのやばかった。やばかったですけど、言ってもまあそんぐらいです、マジで。サプライズの誕生日出し忘れたぐらい。いやでもちょっとその歩む の, そのミスじゃないですけど、それで思い出したのは、2人で一緒の上級者で同じバイト先で、なんかそのキャバクラとなんかそのホストクラブのなんか一緒になった、なんか人を楽しますサパーっていう、あそこのホールのスタッフをやってたんですよ。で芸人ってお客さんもそのこいつ芸人なんだよって言うから、なるほど、ガラ悪いお客さんとか言うとギャグやれよって、なるほど、でライムの方がよく言われてで、めちゃくちゃその先輩のギャグまんまやってます。めちゃくちゃ鬼パクリしてる。何やった、違う。モモさんっているんですよ、ギャガーの方が。おうおう、その人の何だっけなってたの。ダダの子ね。あっ、全然遠いですか。あちょっと、ああ、いやだいやだ、ダダの子ね、買ったでんでん大根でんでん大根。これで1000円もらった。しっかりいいね、いいな、いい稼ぎ方だ。他にもいろんな人のパクって荒稼ぎなんだよ、ね、すげえ。ダメージがないんですよ。そのためにチップはもらえるんだ。もらえ、結構最高1万円とか、うわすごい、もらってました。あ、すごいね。自分のギャグですみたいな顔して、ね、ちゃんと、はい、ちゃんとバレないようにめちゃくちゃ売れてる人のはやんなかったんだね、うん、そうです。さすがモンモンさんとかよかったね、やりまくってましたね、マジで。はい、ということで、銀兵衛のねバイト遍歴を聞きましたけど、皆さんもいろんなギャグをやって1万円もらおう、稼げ。